はい、こんにちは、116ウィンズです。マリナーズは今日アスレチックスとの試合、最後は代打カル・ローリーのサヨナラホームランで勝利し、ついに2001年以来初めてのプレーオフ進出を確定させました。いや、本当に長かった。2001年といえばイチロー選手が MLB デビューした年で、マリナーズが MLB 史上最多タイ記録となるシーズン116勝を挙げた年としても知られますが、それから一度たりともポストシーズンには進めず、なんなら2000年から2003年まで4年連続勝ち越して以降、2年連続で勝ち越したことすら今年入るまでなかったチームですからね。何度か惜しい年もあったものの、あと1勝2勝足りなくて届かず、昨年もシーズン最終戦でプレーオフ進出の可能性が消えたのも記憶に新しい。ただ昨年若いチームが90勝を挙げたことで、プレーオフ進出の日は確実に近いなとマリナーズファンならきっと感じていたことでしょうし、今季ロビー・レイやエウフェニオ・スアレスなどの補強や、今日サヨナラホームランを打ったローリー、フリオ・ロドリゲス、ローガン・ギルバート、ジョージ・カービーらの台頭もあって、ついに長い間続いた呪縛を打ち破ることができました。北米4大スポーツで昨日までマリナーズは最も長い期間プレーオフから遠ざかっていましたが、それも終わりです。でもまさかあんな劇的な形でプレーオフ進出を決めるとは思いませんでしたね。初回フランスのタイムリーで幸先よく先制するも、アスレチックス先発のウォルディシャックを打ちあぐねて、でその後も相手ブルペンに対してほとんどチャンスを作れずと。ただマリナーズ先発のギルバートが今日はキャリアでもトップクラスの踏ん張りを見せて、空振りはそこまで奪えてはいなかったものの、打たせて取るピッチングでアウトを重ね、終わってみればキャリア最長となる8回を投げ切ってわずか1失点。ギルバートがエイズ打線を抑えてくれたからこそ今日の勝利があるのは間違いないでしょう。9回を投げたブラッシュも完璧な内容でサヨナラするチャンスを作ってくれました。そしてなんといってもそれを現実のものとしてくれたローリーですよ。親指を痛めている関係で最近は左投手先発時はベンチスタートが多いローリーですが、9回裏2アウトから代打で登場して、 3-2 フルカウントの低めスライダーにうまく合わせて、高々と上がったフライはライトポール際へのサヨナラホームラン。これがローリーの今季26号、マリナーズのキャッチャーとしてはシーズン最多記録となる一本にして、 MLB 史上初のプレーオフ進出を決める代打サヨナラホームラン。試合見ながら今年のローリーならもしかしたらと思ってはいましたが、まあ普通に考えて本当に打つとは思わないじゃないですか。配信していましたけどそれを忘れて普通に叫んじゃいましたし、あんなに劇的な形でプレーオフ行きを決められたら泣くしかないじゃないですか。やっとマリナーズの暗黒時代が終わったんだなと。いい年なんですけどね、ちょっと我慢できなかったです。思えば私は2003年親の仕事の都合でアメリカに引っ越して、で当時はまだセーフコフィールドという名前でしたが、そこでマリナーズとヤンキースの試合を見てから本格的にマリナーズを応援するようになりましたが、当時はイチロー選手に加えてブーン、エドガー、オールルド、キャメロンなどなど116勝の主力メンバーも多く残っていて、うわこのチームめちゃめちゃ強いなと。ヤンキースは日本でいう巨人みたいなチームと聞いていたけど全然互角以上だなと思ったものです。実際見に行った試合もマリナーズが勝ちました。ただそれもつかの間、そこからの長い長い暗黒時代、家でケーブルテレビに入っていなかったので毎日ラジオでマリナーズ戦を追って、まあ当時は編成とかは今ほどは理解できていなかったので、どう考えても勝てそうにないメンバーの年でも今年こそと思っていましたが、なかなかその今年は来ず、バベシ政権下での度重なる補強の失敗、ズレンシック政権下での若手の育成失敗も低迷を長期化させました。ロビンソン・カノーやネルソン・クルーズなどのベテランを集めて、2010年代中盤はちょくちょくプレーオフに近づきましたが、やはり届かず、初めてマリナーズ戦を生で見たのは小学生のことでしたが、気づけば学生の身分ですらなくなり、それでもマリナーズはプレーオフにすら出られない。2018年オフにリポトさんによる何度目かわからない再建が始まった時には、こりゃいつプレーオフ行けるかわからんぞとも思ったものです。ただ結果的にはディポトさんのチームの立て直しが功を奏して、必ずしも期待した若手みんながみんなブレイクしているわけではないものの、ついにプレーオフへの切符をつかみ取るまでに至りました。今季は出だしはなかなかうまくいかず、6月19日にエンゼルスに敗れて借金12まで沈んだ時にはまた今年もダメかと正直諦めかけていましたが、そこから14連勝などで一気に浮上してここまで来たのは本当に立派です。今日という日をこれまで20年近く待った甲斐がありました。マリナーズは暗黒時代の終わりにたどり着くことができましたが、しかしこれはコンテンダーとしてのスタートラインに立ったに過ぎません。まだホームでのプレーオフゲーム開催を保証するワイルドカード一枠目を手にするチャンスはありますし、またそもそもプレーオフに出たら終わりではなく、プレーオフ本番で勝ち抜くことこそが目標であることはサービス監督も明言しています。アストロズやヤンキースなどのチームと比べてマリナーズのロースターは少々見劣りする部分は否めないものの、ただ先発陣、ブルペン陣の強さは本物で、プレーオフで僅差のゲームをものにできる力は持っているはずです。
昨年あたりからマリナーズが試合終盤になぜか妙な勝負強さを発揮して、接戦にやたらと強いせいか、マリナーズの野球をカオスボールと表現したりもしますが、プレイオフでもカオスボール全開でリーグをかき回してくれることに期待したいですね。リアルタイムで見る初めてのプレイオフも楽しみです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。